はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説レジェンドオブマナ第7回やっていきます。まあ、まずはちょっとねコロナをまた連れていきましょう。今のところすぐ仲間にできるのこの2人だけだからな。男性は連れていかないで、あとサボテンくん毎回忘れちゃうんだよね。まあ、せっかく家に帰ってきたことだしやっておこう。迷子も楽しい。ルリのやつだっけ。まあ、これは女主人公とかでやった時にコンプリートしていけばいいかな。まあ、そんな感じでまたフィールドマップへ旅立ちましょう。アーティファクトをいろいろ置いたんだけど行ってないところがね結構あるんで、魔法都市ジオだっけ、あそこもちょっと覗いてみたいんだよね。レイリスの塔とかまだ行ってない。魔法都市ジオ、これどこまでアーティファクト広がるんだろう。今が序盤なのか中盤なのかよくわからない。セーブポイントがいきなりあるんだけど、アウラ曜日、あれなんだなんだ、どこへ入った俺今。フルーツパーラー、いいね。なんか食い物くれ。私はここのバーテンです。バーテンはみんな心の中に自分の樽を持っています。え、売ってくんねえんだけど。ここら辺の生徒に話しかけてみる。どこかへ行く理由もここに留まる理由もない。久しぶりね、サフラン。多分ね、こいつここの出身なんだ。コロナって、学校はボイコット中、行く気がない。クローブ、バド君にもよろしく。おお、なるほどなるほど。そういったちょっとしたイベントも発生するんだ。目抜き通り、これなんかちょっと豪華な宝石店ウェンデル。輝きがない、これも輝きがない。アレックス宝石商人、買い物する。象牙、エメラルドパールとか高っ。話を聞いてみよう。宝石関連、え、なんかいっぱいあんな。核のこと聞いてみる。これ読めないんだよね。たまみみたいな。魔力や生命力が宿っている。昔から狩られてきました。いや、違う。マナストーンとかあるんだね。大地をめぐる世界のエネルギーが結晶化したもの。いや、ない。もういいや。これはなんか普通のあれだね。なんかイベントが発生する、まあ、全部聞けばなんかイベント発生したりするのかな。面白い夢を見た朝は学校なんか行かないで勝手に歩き回りたい。コロナ、はははって。奥へ行こう。魔法学園、わしには若い者と一緒に受ける授業を答えますじゃん。聖司、どちらさんでしたか。ジジイごっこ。あ、今クロマ同士っぽいのがゾウにいた。立たされた。ブラウニー、ちょ、全員の名前は覚えてるね。コロナちゃんは。あ、学園長、何か用かな。あれ、こいつか、学園長。あ、なんか怪しいやつだよね。何か用かなって。特に用はないんだけど、何かイベントが起きないかなって感じ。あ、先生、俺のこと忘れてるな。悲しい。エメロード、魔法剣士になるのが夢。いいな、俺も魔法剣士になりたい。こっち入れる？入れない。
どこへ行けばいいんだ。こっちも行けんな。図書室、奥に怪しいやつがいる。ヌヌザックがいれば実験ができる。いなければどちら。この変な、これ何、ヌヌザック偉大なる召喚師だけ。ハンドルネーム、ローズマリー。メッセージ送ってくれてるよね。意味不明なこと言わない。意味不明すぎる。ちょっとこっから出て、あ、こっちの方もなんか店っぽい。酒場か、喫茶。ごめんねカール、いらっしゃいませ。何、あ、用はない。鉱石か。まあ、ここはちょっと用はないな。ここも店っぽい。楽器の店、楽器がもう直に売ってるんだ。スチール製だし、今もうミスリル売ってるからな。といっても俺も魔法キャラではないんで、ちょっと魔法はあんまりいらないかな。こっちこっちこっち。宮殿、あれこいつ、あ、冒険に誘う、放っておく。こいつら仲間にできるんだ。ここで美術品行動。あ、この人はクリスティオーナー。あれ、話す前にこっちの部屋に行ってしまった。まあいいや。めちゃくちゃ美術品があるな。え、なんだ、闘技場、バトルアリーナ。旅の仲間とバトルの腕を競う熱い空間。いや今はいいや。ちょっとあの小道寺、こいつに話しかけよう。サザビー、ペイソンとハッソン、クリスティ様の悪口を言っている。いや言ってない。それならば良いのです。いやちょっと魔法都市ジオ、イベントがわからん。出てダンジョンへ行きますか。アーティファクトがあるんで、それは置いちゃおう。ランプ、もうこっちがリア。街なのかダンジョンなのかのさ、判別はちょっとつけたいよね。街っぽくね。街だ。これはさすがにあれでしょう。ここ置けねえし。ダンジョンだよね。これはなんだ、沼地か、湖か、キルマ湖、キルマ湖。結構いっぱいになってきたな。あと行ってないとこどれだっけ。ジャングル行ったよね。ポルポタは結構いいのが売ってて、こっちら辺はもう行ったか。じゃあ新しいところ、塔行こう。レイリスの塔。てか何のためにさこの塔に行くの。
これ誰だっけ、なんか一回いたよね。レイミスの双子町のもうホワイトパールレイミス、ごめんなさい。あ、真珠姫だ。ユリ君とはぐれちゃった。塔に呼ばれている気がする。よし一緒に行こう。お兄様、それじゃあここで。お、いける。レイリスの塔1階。どっちだ、右も左も行けそうだったな。ルリちゃん戦闘どうなの、魔法キャラかな。まあいいや、とりあえず槍で突きたい。経験値てかデブリーピスだもん、それなりに人見たんだ。雨吸血鬼場ちょっと見よう。19レベル、俺と一緒じゃん。ステータス障害全回復とかいいな。これやっぱ攻撃力は高いよね。23。これ何、力技防御魔法、まあ、魔法力は18だから絶対俺より高い。そんなことなかった、一緒だった。これどうなってんだ。剣あんま攻撃してくんないな、まあ、そういうキャラか。ルリちゃんじゃねえや、真珠姫だっけ。ルリは男の方だ、ややこしい。2階、上も行けたし右も行ける。あーなんか登っちゃうな。こっち行けそうだよね。吸血バット、ちょっと待って、なんか弓の方がいいな。火力は下がるかもしれないけど、ちょっとやっぱ直線には強いけどいまいち射程が難しい。ちょめっちゃやられてんだけど。弓も直線といえば直線だけどね、ただ距離が全然違うからな。ミスリルの指変えるくらいになったら買っちゃおう。さあラストスロー、これは範囲攻撃、技はいい、範囲技いいよ、すげえ使える。おお経験値いっぱい、超謎。ブレイブブレード、なんか新しいの手に入れたな。装備したい、見よう。スリルランスからブレイブブレイド、今オフェンス28、オフェンス37とか超強くね。アンク隕石の両手剣、まあ両手剣にしようじゃん。両手剣はそれなりに技がある。ライジングクラッシュとシールドブレイク、範囲攻撃がないのか。ただ体験はあいつ剣だから、あ力もいけんの、剣だから剣を落としたって感じかな。最近使いやすいは使いやすいね、これ両どっちからでも来れるよっていう、そんな感じだね。昇降装置めっちゃ揺れてんだけど、で何階、6階まで来たか。さらに登っていこう。何階まであるんだ。7階。お、バンパイアみたいなのがいる。やはり使いやすいな、なんだかんだで剣使いやすいな。
ちょっと先に回収するね、ごめんね真珠姫ちゃん。あ、なんだ、戦闘しないんだったらさ、大してレベル上げる必要ないよね。俺が経験値を全部もらう。何これ、いける？落ちたよ。5回。あ、セーブポイント。落ちるのが正解なのか。ただいろいろいけんな。こいつはなんか毒っぽいな。えっと、レーザー。マジか、お前。なんかコマンド技みたいな。通常時だとさ、剣触れないからさ。あ、6回。さっきのセーブポイントの奥とか、セーブポイントがあるからといって進んでるとは分かんないな。7回。おお、今のいいな、これなんか下、なんか下斜め押すとこれが出る。こいつ経験値全然持ってないんだけど。はい、いってジャンプ攻撃当たんねえし、マジで当たんねえ。なんだこいつ、3発で倒せんな。経験値がしょぼすぎんだけど。そこ出るかな、ほらほら、いって、え、石化した、一瞬で治ったけど。ダメ、潰れる、この潰れるやつなんだ。こいつすげえ経験値持ってる、こいつら。消える消える消える、いいね。この3連撃、1、2、3、あれ違った。で次8回か。ただ今のところ宝箱からさ、すげえいいっていうのはまだ出てないからね。この遠距離攻撃はきつい。うわ、もうこれはほら、金やべやべやべ、すげえ減ってる。全部取った、全部取らないとさ先へ進まないからな。うわ、今度はなんだ、アーマーライト。ほら、すげえ、この剣強え、やっぱり。左か下か、左から行こう。真珠姫さ、マジなんかある？装備を見せてもらいます。何も持ってねえじゃねえかよ。あんまり強くなさそうだ。しゃがむしゃがむ。結局戦闘要員ではないんだな。レイリス9回。これはミンドラゴン。終わりだ。ザコッチー割にはかなりの経験値を持ってる。いや、120か。また落ちるところがあるね。これ一周回るだけだな。ってことは落ちろってことか。落ちよう。落ちてこそ活路が開ける。宝箱。6回まで落とされたんだけど。絶望の叫びとか、なんか。どうして宝箱に入ってんの、そんなのが。あ、さらに落ちていく。ちょっと待って、宝箱ゾーンとか言わないでよ。
結局戻されるみたいな。誤解って、いや、どこだ、ここ4階こっちから来てセーブポイントのあるところまで来たね。ってことはこのまま先へ進めばいいんだ、やっぱり多分こっちが正規ルートで、6階っちゃ6階だけど、あれさらに上昇降装置のさ、降りたんだか登ったんだかが分かんないんだけど、いや3階に戻されたわ。あれちょっと待って、じゃあこうやってそこから登っていって同じとこくるくるしてんな。いや、ここを見た。ほら強い、回収回収、1、2、3、あ、倒した。300か、これで300か。でここ落ちたんだよね。ってことは落ちない方向で行きたいんだけど、危ない人、落ちなきゃダメか。奥から行こう次は。でレディス4階、あれ買わない、いや宝箱は取ってないな。電気の元、マップみたいなのはないよね多分。でアーマーナイトみたいなやついいな、ちょっと使おう技を。ライジングクラッシュ一発、真珠、こいつ当てずれんだけど、マジで経験値全然持ってねえしさ。いや、またか。お、1、2、3じゃなくて1、2の後にあの下からの切りができると多分ダメージ効率はいいと思う。5回、あれ結局これさ、また上に戻っちゃわない？いや、あそこ落ちて行けばいいんだ。これこれ強いな、これ4回攻撃、全然しょぼすぎんだけど、経験値10とかレベルが上がるともうあれかな。ここ来たよね、レディスのと6回で登っていって来た時に7回で、ここも来た、ライジングクラッシュ。とりあえず倒せるけどさ、まあ、1人っていうのがねちょっと消えてった、クソ経験値が雨。で、ここも来たもんね。うおー、なんだ爆発したぞ。超厄介なんだけど。しかもピョってる。まずいまずいまずい、めちゃくちゃ減ってる。ちょ、まずい、逃げろ。くそ、厄介だ。さすがに強い。レベルアップした。あれ
レベルアップしたらさ、全回復した、もしかして。待って、経験値が重要。おー、回収しろ。この3人はすげえ経験値持ってんな。で、まあさらに登って、なんか同じことずっとやってんな。で、レディス8回。ライジングクラッシュ使おう。くらえ。痛い。あいつ逃げちゃった。何ガードしてくるか。ちょっと待って。癒しの爪。こっち行ったらさ、マップが切り替わっちゃう。でこいつらでしょ。よしよしよし、経験値くれ。悪魔の肉、あいつ肉なんて持ってんだ。さてどっち行ったっけ。左行ったんだよね、この前。下に行って、あ、あるあるある。で証拠装置か。いいねいいね。さすがにこっちは正解でしょ。10回、宝箱、水銀。ここら辺マジでなんかクラフトアイテムみたいなのさっぱり使ってないからな。11回、こっから落ちれんの。いやーでも落ちたくないな。今は運命の扉、扉の向こうは運命の部屋。誰もが過去と向き合う。私はお兄様、危なくなったら逃げてください。俺は逃げん。たとえどんな奴が来ようと。真珠姫を守る。こっち誰？あなたが番人。教えてください。自分の過去が知りたい。なんだ、魔物になったな。またこれか。いや待って、これは逃げろ。回復、こっちに来てんな。いってー、結構減った。ガードしてくるか。やるではないか。こっちもさっさと叩き込む。いや立ってねえし。あ、これ逃げよう。でジャンプしてきたらとりあえずダッシュで逃げよう。真珠ちゃん結構やばい。いやさすがにはめらんねえな。回復、立ってる間多分効かないんだよ。これではめられんな。あ、無理だった。真珠回復しねえな。あ、その人死ぬぞお前。まあいいや、とりあえずこれ強い。すくい上げ割と楽だったな。救い焼けの火力がマジで高い。てかこの剣強え。今のとこ。怖かった。書く。今更何しに来たのこいつ。一人でうろつくなと言ったろ。いろいろ思い出そうとしていた。
すまなかった、付き合わせて。行くぞ。何か思い出せそう。もう少しだけ。わかった。真珠姫を塔の下まで送ってやってくれ。何かしたらお前を殺す。雑魚を掃除しておいてやる。よろしくお願いします。え、自分で戻んの？マジか。自分で戻るんか。ここは何もない。こっちから行ってみよう。なんもねえ。え、これ普通に、あ、こっから帰るんじゃない？もしかして飛び降りれば。そういうためのもの、5階まで来たな。で、こっち行って6階に行って昇降機で3階に戻るんだよね。で、ここが昇降機でしょ。なるほどなるほど。てか敵はいなくなってんの？あいつが掃除してくれてるから。2階。自分で戻る意味あんの？どっかでなんかイベント起きんのかな。敵いるし、まあ少しだけだからね、掃除してくれんのは。くそだった、これ。あ、そっか、混乱してるからだ。いやー、大抵はでもちょっと罠が、なんか範囲技がないからな。こいつってダックジェネラルみたいなやつ。よし、レベルアップ。ブレイブブレード、これしかも結構高く売れそうじゃん。またいいのか。2発で倒せんだ、これ。これとこれ。もう経験値はそんなにな、微妙だからな、こいつらマジで。どっから来たっけ。1階の地形はもうさすがに分かんねえ。ここから来たっぽいな。1階にも剣がうろついてんの。ほら、これ早い。隙も少ない。すげえ、マジで。ちょっとただ失敗すると出せないけど。マンスローター、これ別のだな。ちょっと見てみよう。なんだマンスローターが、そもそも何なんだ。アイテム、アーティファクトじゃなくて普通のアイテムだな。これアイテムってさ、本当にアイテムだけ？あ、だけだな。ウェポン、あ、マンスローターあるね。探検か、攻撃力が24。竹振りが速そうだけどね。使ったことはない。ほら、こいつを倒す。くそ、こいつマジで当たらねえ。ん？どこだ？1階まで来たはいいけどさ。あ、何の音？え、なに、待って、意味がわからん。今の何？予告状。
宝石泥棒。会いたかった。あ、お前か。書く。輝きを忘れた捨て石に制裁を。ジュエルビースト。召喚魔法的なあれだな。ちょっと思ってたんだ。違うけど。俺のこの。これで追い詰める。画面端に追い詰める。ただちょっとね、これ下押さないといけないから下にずれちゃうんだよ。強い。ただこう下に行ってくれればいいや。真珠姫を狙ってる限りは下に行く。これほんと強い。マジではめられるわ。お前は経験値とはね。わたさん、強いパートないね。お、知ってんの？お知り合い？胸の核に聞いてみなさい。また会いましょう。おやすみなさい。殺されちゃうのかな。騎士がいない姫なんて狩られるだけ。いや、俺が騎士になってやるよ。ルリ君は仲間を探している。そんなやつほっとけ。新しい仲間が姫だったルリ君は。そしたら私一人。仲間なんて見つからなければいいのに。ルリ君が待ってる。また怒らせちゃう。もういいだろう、そんなやつほっといて。俺のところへ来いよ。これよろしければ。解けない心。海賊の鍵爪。お元気で。ホワイトパール。あ、あれか、胸に宝石があったね、今。はい、というところで、じゃあレイリスの塔攻略しましたので、今回はここで終了したいと思います。ちょっと家帰ってサボテンくんのところに報告に行こう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。